さあマッチングしました。今日はですねウェーブストライカーの構築なんやけども、まあキルスティンっていうなスーパーレアカードが追加されて、でニールマキシマムをまあキルスティンに当てていくというような構築であると、ね、ちょっとね、異端な構築なので、まあ、相手の不意をねがっつりとついていく。でまずはこのねウェーブストライカーのカードをバンバン出していくと。でまあマキシマムでまあ処理するというのは、おお、もう許さねえからなお前。だがその程度で私に勝てるのはまずは1枚目。我から逃れることはできない。まずは1枚目。まあ次のターンにね、サピエント出したいけど非文明が欲しいって感じだね。3ターン目に4色がある。これがまあ今期のこう多色ね環境のまあ、あるとこやんね。まあ第1弾第2弾ではなかったような。おーおおおおおおおかしいだ。ウェーブストライカーのカードを取らないなんて弱小目の機がやる行動をするんじゃないよ。まあウェーブストライカーが発動すればお前のそのな呪文カードも何の意味もないということを教えてあげるぜ。地獄の行くぞ、始末喜べ。まずは1枚目。だがどんだけ破壊しようがウェーブストライカーの構築の前では無力なんだよ。我が使命を。もうこの2枚のカードがいるだけでウェーブストライカーの横のつながりの効果によって、2000プラスになるからね。あとは非文明のカードを呼べば私の勝ちの定義が生まれるんだ。こざかしな地獄の戦、弱者は消えろ。ダークリバースいいね。自分の墓地からクリーチャーカードを1枚戻すことができると。マナーゾーンにじゃあ置かせてもらうぜ。まずは1枚目。ダークリバースの効果によって私は新たなカードを呼び戻す。私はラメールを戻すぜ。ペーン、さらにラメールを召喚。まあね、ウェーブストライカーの構築というものはこう破壊してもね無限にこうソースが出てくると、これが強いよね。下がって。おお、ルナブリッツホークだと。おお、なかなかの才能だな。ルナブリッツホークはちょっと小賢しいな。 SIL の中でも超ハズレカードなんやけど、お、いいね。ワームを召喚。3コス8000ダブルブレーカー。でもここで攻撃してしまうとね、ウェーブストライカー横につながらなくなるからね。6コス3000サイマー。まあ結構今ルナーホークやったっけ、あ、ルナイーグルか。結構ルナ系のね構築も流行ってるけどね。まさかスーパーレアのルナブリッツホークをね、まあランクマッチで見るとはね。この動きメガだが無駄な抵抗なんだ。ウェーブストライカーというで、これ全部処理できるんでね。おお、面白いものを見せてあげるよ。じゃあラフレシアマーも行け下げ。アトラス召喚。ペーン、支配こそが私の生まれた意味だ。植民地だ。ペーン、起きた。これがね神のムーブだよね。次のターンからゴールデンムーブをしてあげるぜ。1枚ずつドローする。だがその程度のカードで私にタウントを取れるというのはお門違いなんだよ。次のターンにキルスティを召喚することによって、面白いムーブをもかますことができるよね。おお、やめろお前、やめろよ。ノー、もう許さねえ。おお、もう許さねえからなお前。だがミールマキシマムがいる限り私のクリーチャーは5500の次元までと。おお、次のターンに地獄送りに仕上げるぜ。バーン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 。まずは1枚目。でこのカードスピードアタッカー持ってんのよね。面白い動きを持っているだろう。まあキルスティンを召喚してからミールマキシマムを出すということをしたかったが、だがこの構築の面白いところというのはミールマキシム1枚で全てのカードを焼き払えるんだ。焼き鳥ごときのカードで私の盤面を取れると思うなよ。クエイクゲート、ぬあー、小賢しいな。クエイクゲートは、2枚しか入ってないからね。
なかなかの才能だな。だが私、おお、自分のターン終了時、自分のクリーチャー全てをアンタップするとチートカード引いたぞ。現れよ。シューいいね。これで私は無限のソースを得ることができた。このカードが存在する限り、自分のクリーチャー全てはアンタップされた状態になるからね。じゃあ、今までの仕返しをたっぷりさせてもらうぜ。まずは1枚目。うわー、例えば、ホーリースパークとか打って、牽制しても、おお、下がって下がって、うーん。で、今何ターン目かっていうのは10ターン目か。これ、ボルバルザークが次のターン来る可能性がビレザンあるな。そこはちょっと怖いね。さばかれるんだ。ホーリースパークをその最初に引けるかどうかも重要やね。まーずは60枚目。さらにミールマキシマム攻撃プーンで、イニシエイト、希望の使徒トールがいる限り私のこの番目は覆されない。プーンボルバルザークがあるかどうかやね。もしこれシールドトリガーでクリーチャー出してこう埋まる盤面をケアしてボルバルザークが来る可能性があるならば、プレイング的には上手いと思うんやけども、果たしてボルバルザークを出すことができなぁ。お前これな、もしアクアサーファー、こう汽車男などのこうシールドトリガークリーチャーを出さないっていう選択をしとったんであれば、なかなかやるよね。おお、だが私のシールドにはホーリースパークが入っているんだよ。その程度のカードでナッパできると思うな。ブーン、シールドトリガー今回9枚かってことで4分の1やね。来い。こさかしいな。もうボルバルザークとかいうしょうもないドラゴンカード1枚も来ないのやばいな。4分の1は来る可能性があるの、1枚も来ないのは運ゲーですね。はい、運ゲーですわ。